さあ男子決勝はなんと V シネマっていうイメージがぴったりのイケメンですよね。かっこいいですよね。上原広幸選手ですかね。対するは帝王モンスター怪物クマトラ浅田聖君。さあしかしいつ来るのかと思いきや今日来た上原ひろあき。なんか似てません V シネマのなんかこうなんか親父とかいう俳優さんに似てますよね。親父やったりますぜとかいう感じのね俳優がいます。いやでもそんなに簡単に僕いかないと思いますよ。上原選手状態いいですからね。飛びもすごい腕の振りも素晴らしい。下から打って乗せてくるって感じですね。さあまだ浅田聖吾やっていないものといえばないんだつ絶対に浅田聖吾は狙ってると思います。いやなんかね小沢さんっているじゃないですか。ちょっとやんちゃ役する感じの似てませんかね上原選手。もっとかっこいいですか、ね、さあそしてまた来た。そして4号ブルどっち行く。ブルーをチョイスだ。さあここのブレイクはでかいけど浅田聖吾は2投で上がる。2投で上がるよね。すっごい。しかしおっそして3投で上がりました。さあでも今日なんかすごい飛んでますよね。すごい綺麗にダーツ飛びますよね上原選手。おっと珍しい横ずれですね。トリプルを外すことも珍しいですけどね。さあからのカットだ決めた。
さあ先手を取るぞ。これはさあニュースターとして飛び出すのことができるのか上原。そして3投目ガッとしない強気だ。すごい飛びですね。しかしいやー楽しみな選手がまた一人浅田聖子に挑みます。いや安くすごいですよこの上原選手。さあここですね。ここ必ず先手取りたいところですね。からのビッグラウンド。なんと夜足はねやっぱあったがいいですよ。はい、夜足があったがいいですやっぱり。はい、さあそして2セット目ですね。今度は上原選手の先行のセットですね。上原選手もですね並みいる強敵を倒してここまで来てますからね。今日浅田聖吾やってないものを求めに来るのかこのゼロワン。さあ140。さあ浅田聖吾落とし物を取りに来るのか。今日やってない落とし物やっぱり狙ってるやっぱり狙ってるやっぱりいやー貪欲です。欲の深い男浅田聖吾やっぱり狙ってた。これはいつでも狙えるっていう状態なんでしょうね。こうスイッチ入れとけば。はい、
すごいっすね、これは。笑ってますね、上原選手。にやりと。決まった。いや、なんかそんな感じせん？え？いや、そんな感じするよ、なんか。よし、聞いてなかったけどね、それ。10th anniversary. これもう2レッグ？ビッグラウンド、ビッグラウンド、本日最後のビッグラウンド。今日はほぼノーミスのビッグラウンド。あの意味はもう絶対狙ってましたね、ずっと。やっぱ今日忘れ物を取り来たぜみたいな感じで。これ3本で終わりますよ、多分。ですよね、タラの。あ、そこまでないか。ということで、さあ今日もパーフェクトは浅田誠吾の。はい、そうですね、もうなんだよっていう感じですね、もうね。いや、もうちょっとないですね。まずは、ひとりと一言いただけますでしょうか。今日の戦いを振り返って。皆様、この時間まで、観戦していただきありがとうございます。たくさんこれからもいい試合を見ていただいて、どんどん盛り上げれるように頑張りますので、これからもパーフェクト応援よろしくお願いします。おっと、なんか今日ちょっといつもと違うぞ。今一度勝利しました浅田誠吾プロ、4点足をお願いします。いやー、まあ新しい選手はね出てきてるんですけどね。参りました、住所上原博之選手ですね。はい、ということで、来た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 。これね、椅子がねちょっとね、
はい、来ました。はい。いやいや、セグ真ん中、セグ真ん中、いや、セグ真ん中、セグ真ん中。チャンピオン、チャンピオン。さっき言ったんだよ。うん。喋ったんだよ。大丈夫。なんかどうしたって大丈夫。大丈夫。なんか椅子、大丈夫。大丈夫。はい、来ました。来ましたよ、今日はね。今日はちょっと中田修二君がですね、ちょっと今日はもう2人まとめてやってくれって言われて、でもちょっと優勝したすぐ呼ぼうよって、じゃあ30秒だけって言って30秒先に読んだら尺たっぷりあった。はい、ありがとうございます。ということで優勝浅田聖吾、なんかおめでとうございます。あー、やったやったよ、みんなやったよ。あー、すいません。今日なんか忘れ物しなかった、浅田聖吾。忘れ物ですか。忘れ物なんか知ったよね。ないんだやつですか。はい、忘れました。ないんだぞ、忘れた男。はい、で、はい、最後の 2セット目。はい、あそこ完全狙ったやろ、ね、ド集中で。いやいや、ぶっちゃけずっと狙ったんですけど、ずっと狙ったんですけど出ないっていう。やっぱもうあの買い物しちゃったからですね。何を買ったの。いや、時計を買いました。時計があったんですね、はい、時計。どれどれどれ。いやいや、まだです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 。めっちゃいい時計ですね、はい、めっちゃいい時計。どんどん、ね、もうやっぱりこう、芸は身を助けるっていうか、もうお金貯まってしょうがないでしょ。いやいや、そんなことです、そんなことです。もうダーツプレイヤーの見え張れる部分はもう靴と時計しかないと思って。あー、じゃあ見え張りまくってください。はい、それではですね、皆さん今日はですね、はい、催しを変えまして、はい、まずは浅田聖吾への質問コーナーもうなんか5つぐらいください。 ある あかりちゃんが可愛いとかしか出てこないの。いやいやね、ね、私多分もうさっき浅田聖吾質問お話ししちゃったんで、はい、すいません。世界一行かないの。世界行かないの。世界行きたいですね、本当に。世界行きたいな。はい、行きたい、行きたいです。聖吾多層が入ってきた。聖吾多層、はい、頑張ります。はい、他ないの。聖吾多層、はい、正直手を抜いてた。抜いてないですよ、今日の決勝の相手、ね、フィールドテスターですけど一緒に結構練習してた。一緒練習してた、はい、そうなんですよ、はい、いや、うまいですよ。相性悪い相手は。手短にお願いします。いっぱい来てます、ね、はい、相性悪い相手。相性悪いです。いや、誰ですか、ね、いません、いないですね。はいはい、あ、福井くん、福井くん、はい、福井くん相性悪い、はいはい、じゃあフィルとガーウェン倒してください。頑張ります。一生懸命やります。じゃあ、8人の間誰とやりたいですか。いや、もうチズネル以外だったら誰でもいいです。チズネル以外誰でもいい。いや、もう失礼ですね、すいません、本当に。どこを見て投げてるんですか。ブルーと手をかぶせて投げてます。ブルーに手をかぶせて。じゃあ、ということはブルーが見えてない状態ですね。はい、そうです、はい、はい、俺と黒さんと一緒に大阪ドーム迷子になった。あ、それ質問じゃないですか。もう限られますね。聖吾多層いつ不倫してくれるの。聖吾多層しません。はい、しません。暑いですね。聖吾多層の声好きですよ。 ありがとうございます。下から狙ってるの。いやいや、俺はもう乗せていくタイプだから、結構上から落としていくタイプですね。はい、ということは下から狙うということですね。はい、そうです。下から上っていう。あ、そうですね。はい。不倫の予定は。不倫の予定はもうすいません。それはもう何でも拾うな。ということで続いては大城あかり多層への質問。はい。手短にお。いやいやいや。はい。手短にお願いします。さっき。ちょっとね、お話ししたので。結婚の予定は。際どいの行こう。ありません、ありません。あかり多層クリパー嬉しかった、惜しかったな。じゃあそれ、門芸。何パン？彼氏はいません、いません。はい、不倫についてダメです。いいと思います。あ、いい。あ、違う違う、すいません。ここ丁寧に。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、そうですね、ここ落ち着いてね。俺、初体験知ってるよ、俺。そう、聖吾さん。ファンキー多層。ファンキーズ、ちょっと待って。やばい。やばい。ほらこれちょっと、そう、すいません。モンキーいたぞ。モンキー。調子は戻せましたか。でも面白い。あ、そうですね。今からっすね。今日気合入ってたね。今日はそうですね。G1 なんでポイントが高いので。素晴らしい。素晴らしい。貯金大好き？嫌い。あ、嫌い。いい感じでしたね。はい。レーティングどのくらいあるの？普段使いのカード。レーティングは21ぐらいです。21ぐらい。はい、もうちょっとありそうだ ね、 うね。イラブモンキータソ、これ関係ないね。これ拾わない、ごめんごめん、これ拾わないでいいと思うね。イラブモンキータソ、タソの好きなタイプ。タイプ、わあ、難しい、いっぱいある。 TB だそうです。あ、 TB は嫌。いやいや、なんでなんでなんで。そこ冗談でも合わせるとこでしょ。あ、ごめんなさい、
TV さん好きな季節は夏。夏ですね。ミス・ジュン。すごいね、はい、すごい。そんな肉食野菜食。肉食です。もうだんだんほらほら聖子ちゃんがいじけてきた。ほらもういや、いじけてないです。ということでですね、そろそろじゃ、はいはい、締めたいと思いますので、はい、さ次回のパーフェクトは、はい、どこだっけ。福島ですよ社長福島です。次回のパーフェクトは6月26日626、はい、朝10時より第10戦福島大会会場ビッグパレードで、はい、パーフェクト第10戦をお送りしたいと思います。はい、それでは2人にズッカーンとやっちゃってください。パチ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 。蜂のやつお願いします。蜂のやつお願いします。あかりちゃんが可愛いと思ってるさ、蜂のやつ。もう生後たすも可愛いよって入れてあげてよすごい色きてる。すごいすごい。おーすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。7もあるね。7もある7もあります。次回も盛り上げたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、それではさようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと飛び出してますね。これで6戦ですか。9戦6勝。9戦6勝ですね。これで4連勝ですね。恐るべしです。さあ表彰をちょっと見ていただいて、この後浅田聖吾と大城あかりが来てくれます。ちょっとですね、試合が押してたので大城あかり選手しか話聞けないまんまですね、返しちゃいます。あとですね、2人揃ってきますので、まあ、今日はですね、質問コーナーをちょっと、ね、大城あかりにちょっとした質問と浅田聖吾にちょっとした質問、それをですね、皆さんぶつけてください。ということでですね、表彰式終わった後2人呼びますのでしばしお待ちください。そして最後はさ、最後の最後、花火をドッカンドッカンぶち上げてください。2016パーフェクト第9戦横浜大会表彰式を取り行います。表彰は株式会社湯川剛さんの表彰ですね。湯川剛より取り行います。 MJS 湯川剛より取り行います。よろしくお願いします。それではまずは女子からですね。すみません。2016パーフェクト第9戦横浜大会3位女子宮添さくらプロ、はい、お願いします。2016パーフェクト第9戦横浜大会女子第3位宮添さくらプロ、おめでとうございます。第3位宮添さくらプロでした。同じく2016パーフェクト第9戦横浜大会女子3位佐藤かすみプロ。2016パーフェクト第9戦横浜大会女子第3位佐藤かすみプロ、おめでとうございます。続きまして2016パーフェクト第9戦横浜大会女子2位浜田織江プロ。2016パーフェクト第9戦横浜大会女子第2位浜田織江プロ、おめでとうございます。そして見事第1位はこの方、2016パーフェクト第9戦横浜大会女子第1位大城あかりプロ。2016パーフェクト第9戦横浜大会女子第1位大城あかりプロ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ続きまして男子いきます。
2016パーフェクト第9戦横浜大会男子第3位伊良部正嗣プロ。2016パーフェクト第9戦横浜大会第、男子第3位伊良部正嗣プロ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。伊良部正嗣プロでした。そして同じく第3位宇佐美ケイト。2016パーフェクト第9戦横浜大会男子第3位宇佐美ケイト、おめでとうございます。おめでとうございます。そして2016パーフェクト第9戦横浜大会男子2位上原弘明プロ。2016パーフェクト第9戦横浜大会男子第2位上原弘明プロ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。上原弘明プロ第2位。そして2016パーフェクト第9戦横浜大会男子第1位は浅田聖吾プロ。2016パーフェクト第9戦横浜大会男子第1位浅田聖吾プロ、おめでとうございます。ありがとうございます。バッチリと拍手。